9時50分電網町へ向かっています。次の村が、この先に見えています。町の名前忘れましたが、町が、建物が見えています。このような、谷沿いの道を歩いて、電網寺方面に向けて、歩いています。電網寺方面に向けて今歩いています。多くのトレッカーたちがこのように、ポーターを引き連れて歩いています。彼は多分もうすでに、カラパタールやベースベースキャンプに行って、ナムチャに戻る人々だと思います。このような道沿いを現在歩いています。アマンダ・ブランソン。